吉村正博、小さな会社の経営のツボ。はい、皆さんこんにちは、吉村正博です。今日は 3C 分析とはということについてお話をさせていただきたいなというふうに思います。まあね、以前からずっとお話ししてます孫子の兵法ですね。もう遥か昔、日本でいうと卑弥呼の時代ですね。その時に中国の、孫武という人が作り出した、まあ、戦、戦争のマニュアルなんですけど、まあ、これがですね、いろんな、戦略とかを考える上で、バイブルだっていうことでですね、まあ、実はもうね、日本でも世界でもいろんな経営者、政治家、いろんな人がこの孫子の兵法っていうのを読み込んでるんですけど、その中で有名なお話が何かって言いましたら、はい、これです。彼を知り、己を知れば百戦危うからずってことですね。で、この彼って何っていう話なんですけど、これは例えばライバルだったりとかお客さんだったりとかね、それから世間、世相ですね。こういうことを知った上で自分のところの状況も知ってて、その上で戦略を考えていて実行していくと負けないよってことを話してるわけですね。孫武さんですね。で、実はこれ続きがあって、まあ、いろんな自社以外のことってのは分かってるけれども、自分のことを分かってなかったら、これは勝率 50% だよって話をしてるわけですよね。で、さらに続きがあって、もうそのね、自社以外のことも自社のことも分かんなくてやったら、これはもう行き当たりばったりで、これは必ず負けるよって話をしてるわけですよ。ですから、孫子の兵法っていうのは自社のこともお客さんのこともちゃんと知りましょう。で、今日お話しするのはこのお客様だけじゃなくて、世間のね、ことですね。それから、あと、例えば、ライバルっていうこともちゃんと知りましょうって。まあ、そういうことです。で、まあ、まずはナンバーワンになる領域を決めようっていうお話もさせていただきました。これは前々回だったかな。三つの軸をどれかで一番を目指して他を最適化しましょうってお話をさせていただきました。でね、考えるときですね、私たち中小零細企業が施策を考えたり戦略を考えたりするときって、まあ、いっぱいいろんなことを考えなきゃいけない。その時に有効な方法は何かっていうと、分けてみるってことですね。分けて考えようと。分解ってやつですね。分けて理解しようと。まあ、その時の有効な方法で何かっていうと、このフレームワークっていう方法がありますよって話ですね。フレーム、要は型にはめていくってことですよ。で、前回ですね、37回でスウォット分析、そしてクロススウォット分析っていうことについてお話をさせていただきました。まあ、これね、こちらの下のところにアーカイブも載せてますし、あとはまあチャンネル登録をしていただければ、前回とかのね、もう見やすいですから、ぜひチャンネル登録お願いします。で、前回のね、スウォット分析って何ってお話ですけど、スウォット分析っていうのは外部環境と内部環境、そしてプラス要因、マイナス要因を考えた上で、強み、弱み、機会、脅威っていうことを、羅列していきながら分けて考えていきましょうと。で、このスウォット分析を行うときの順番なんですけども、まずは外部環境ですね。外部要因から先に考えるべきですよっていうことをお話をさせていただきました。で、この外部要因を考える上で、実は、その手前でね、スウォット分析やる手前で有効なのがこのベスト分析ですよってお話をさせていただきました。で、ベスト分析はね、第6回でお話をさせていただきましたね。アフターコロナで生き残るために今考えようということで、いろんな事例を挙げてもお話をさせていただきましたけども、ちょっとおさらいをしますと、まあ、そのベスト分析っていうのは政治、経済、社会、技術っていうのが私たちを取り巻く環境でいろいろとある。で、その中で主な項目を挙げていき、そして今後予想されることをバーッと挙げていく中でいくとね、必ずこの事象、世の中に起こるであろう事象については、私たちの会社にとっては、その事象はプラスにも、のこともあるし、マイナスのこともあるわけですよ。物事にはプラスとマイナスっていうのがありますから、これをちゃんと考えて書いていきましょうっていうことですね。で、それを行った上で、このクロススウォット分析をやるんだよっていう話をしました。前回37回でお話をさせていただきましたけれども、簡単におさらいしますと、外部要因と内部要因、外部環境と内部環境っていうのがあって、これを強み、弱み、機会、脅威っていうのを、まあ、要はクロスさせていくんですね。だからスウォット分析で作ったやつを、こう、こちらにさらに当てはめてクロスさせていく。要は強みと機会っていうのがありますね。そして弱みと機会っていうのがあって、強みと脅威っていうのがあって、弱みと脅威っていうのがあると。で、それぞれ、積極的に構成するべき、あのね、構成を攻めていくべきなのか、それとも補強、コラボレーションで補っていくのか。まあ、これは段階的に補った方がいいよってお話もちょっとさせていただきましたね。あとは、例えば、応用差別化していくのか、それとも、もう回避、ね、するのか、それとも撤退するのかっていうことですね。これを戦略を落とし込んでいくっていうことですね。
ですからこのクロススウォット分析っていうのは状況によって戦略を立てられるように整理して準備することなんです。で、このクロススウォット分析の主役はうちの会社、要は自社になるわけですよ。で、自社がどうやって戦略を立てるようにするのかっていうのを考えていくのがこういうことですね。最終的にはこれ自社の、戦略ですから。で、じゃあ 3C 分析とはって話で今日の本題です。3C 分析、聞いたことある人多いと思いますけども、3C 分析、カスタマー、コンペティター、そしてカンパニーってね、3つの C の頭文字を取ってるんですけども、要はお客さん、市場がありますよね。で、市場の状況とか将来性とかね、規模とか、それからお客さんのニーズっていうのがあります。そして自分のところの会社の強み、弱み、さっきありましたよね。それからお客さんに提供する価値っていうのがあります。そして競合他社にも強み弱みがあって、競合他社がお客さんに提供する価値っていうのがあるわけですよ。だから自社も競合他社もお客さんに価値を提供してる。じゃあその価値って何って話なんですけど、価値はね、まあ売り手がお客さんに提供する価値があり、そして買い手が売り手に提供する価値っていうのがある。どういうことかっていうと、売り手がお客さんに提供する価値っていうのは商品サービスだけじゃないんですね。情報っていうのもあるわけですよね。そしてお客さんが提供する価値っていうのは私たちに提供する売り手に提供する価値っていうのはお金だけじゃないですよと。何かっていうと労力とか時間とかを提供してる。で、売買というのはだから価値の交換ですから、まあ、イコールになればいいし、さらにお客さんが提供した価値以上の商品サービス情報って感じてもらったら、これは次から来てもらえる可能性が非常に高くなるってことですね。で、逆に、お客さんが提供した価値以下のものだとお客さんが感じた場合は、まあ二度と来てくれない可能性が一気に高まるし、ね、もう損したって思われたりとか、もう人によってはぼったくりって思われるわけですよね。ですから私たちっていうのは、お客さんが提供する価値以上のものっていうふうに思ってもらうっていうのが大事だっていうこと。これもね、だいぶ前にお話をさせていただきました。そして、価値の交換なんですが、選択権はお客さんにあるんですね。なぜかというと、お店とか会社の売り上げが上がるためには、まずお客さんが購入しないと話にならないですよね、と。で、お客さんが購入するためには、お客さんが意思決定しないといけないですよね、買おうっていうね。で、お客さんが意思決定するためには、お客さんが判断しなきゃいけない。っていうことで、先ほどの 3C 分析に当てはめますと、はい。私たちが提供する価値、そしてライバルが提供する価値をお客さんは、両方見比べて比較検討しているわけです。これが一社に限らないわけですけどね。で、お客さんが選ぶ理由、選ばない理由っていうのはここで差がつくわけですけど、このことについては27回の回と28回の回でお話をさせていただきました。27回は B2C、要はお客さんが人っていう商売をなさってる方ですね。お店さんとか。そして B2B の場合はお客さんが会社さんっていうやつですね。企業間取引ってやつです。まあ、そのことについてお客さんが選ばない理由、そして選ぶポイントは何なんだろうってこともお話をさせていただいております。はい。で、まあ、こうやってね、比較検討されるわけですよ。まあ、その中で、比較検討されるのかってほっといちゃダメなわけですよ。だから、自社はライバルとの差別化を図らなければいけないっていうことを見ていくってことが大事なんですが、この 3C 分析気をつけなきゃいけないのは何かって言いましたら、これ順番なんですよ。何かって言いましたら、3C 分析の主役はお客様なんです。ですから、私たちってね、この 3C 分析を行うときに、まずね、情報を集めますよね、これ。こう、分析するための情報を集めますよね。で、その時にね、実はね、私たちっていうのはね、集めやすいところから集めるんですよ。大抵。だから、先に自社からこうやってね、集めたりするんですよ。そうするとお客さんほったらかしですよね。ですから、競合他社のこともね、よく見てますから、自社の次に見てますから、だから、ここもやるんですけど、これもね、お客さんほったらかしなんですよ。あくまで主役はお客様ですから、先にお客さんのニーズとか選ぶポイントとかを分析した上で、競合と自社の戦略の違いっていうのを考えていく。この順番間違うと偉いことになるんですよ。で、これのね、お客さんが主役っていうことになると、まあ、顧客目線ってよく言いますけど、これのね、やり方で言うとやりやすい方法でいくとこんな感じです。例えばお客さんを想像します。まあ、中心顧客でもいいです。お客さんが普段買ってる、使ってるお店や会社、そして商品やサービスは何だろうなってことをこれ書くわけですよ。で、商品やサービスを買う前にお客さんが持ってる不満とか不便とか不安に思ってることって何なんだろうなってことを書くわけですよ。そして商品やサービスを買った後に感じること、これはいいことも悪いことも感じますよね、お客さんってね。
だからこれを書いて、最終的にはお客さんが、買うときにどうやって重視を、どうやって重視してるの、どこを重視してるのってことを書くわけですよ。これを書くだけでもね、随分顧客目線になっていくわけですよね。で、他にももう一個あるんですよ。まず、お客さんが抱えている不満とかニーズは何ですかっていうのを一番目に書くわけです。で、その次に、うちの会社がこの一番のお客さんに対して提供できる価値は何ですか、ね、商品、サービス、情報は何ですかってことですね。そして今度は、他社、ライバルがお客さんに対して提供している価値って何、まあ、提供できる価値ですね。商品、サービス、情報は何。で、その次に、うちの会社がこの3番のライバルよりも優れてる点は何ですかってことですよ。ね、うちの提供する価値が、ライバルの提供する価値より優れてるのは何ですか。で、次、逆です。ライバルがうちよりも優れてるのは何ですかっていうのを5番目に書くわけですよ。そして最後が何かって言うと、この5番を潰しに行けるかってことを考えるわけですよね。で、まあ、これだけこう書くっていうのもいいんですけど、これだけだと実は足りなくて、実はベネフィットっていうお話をさせていただいてます、以前ね。15の回、16の回、そして17の回でベネフィットね、しつこいようですけど、3つにね、分けてお話をしてます。このベネフィット。まあ、これまた見返していただければと思うんですけども、ですからこれをベネフィット。ベネフィットっていうのは機能的ベネフィットと、そして感情的ベネフィット、情緒的ベネフィットなんてことをお話ししました。なので、この情緒的価値と機能的価値っていうので分けて、そして考えていくっていうのが結構大事になってきます。ですから 3C 分析を行うにあたっては、このベネフィットっていうのが非常に重要になってきます。その上で差別化、要は、相手のより優れてるとこ何とか、相手の優れてるのを潰しに行けるみたいなことを考えていくわけなんですけども、まあ、このね、実はその 3C 分析で言いましたらね、一般社団法人ウェブコンサルタント協会っていうのがね、最近設立されて、ゴンさんっていう方がいらっしゃるんですよ。この方ね、昔からね、3C 分析っていうことをね、いろんなとこで、解いてらっしゃる方なんですけど、このゴンさんがね、まあ、実は、去年の冬にね、東京で大きなイベントがあって、もう僕も登壇したんですけど、その後にゴンさんが登壇した時にね、面白いこと言ったんですね、ゴンさんがね。AB3C っていうこと言ったんですよ。で、だから 3C の、さらにこう、発展系というかね、こういうのをね、ゴンさんが提唱したんですよ。で、まあ、詳しくはゴンさんのところのね、ホームページ、後で紹介しますけど、見ていただければと思うんですけど、簡単に言っちゃうとどうかっていうと、3C 分析しますよね。お客さんから見て自社はどうなんだ、競合他社はどうなんだ、そして強み弱み何なんだ、っていうことをやるんですけど、これ3つの C ですよね。ここにね、A と B が入るんですよ。A はね、何かって言うと、差別化優位点っていうの。これが A なんですって。で、なおかつ、自社からお客さんに提供する価値で言うと、このベネフィットっていうのをちゃんと見ていきましょうねってことで。で、頭文字取って、ゴンさんは AB3C なんてこと言ってます。で、まあ、これはね、僕が話すよりも、ゴンさんのところの、まあ、ホームページ見ていただいたりとかね、あとはね、このウェブコンサルタント協会、まあ、ゴンさんが代表を務めるその協会があるんですけど、ここのね、ホームページ見てもらうと AB3C とは、みたいなことを書いてますから、ぜひ読んでいただければなというふうに思います。はい。本日のまとめです。3C 分析っていうのは3つの C ですね。お客さん、そして競合、自社、これを、分析していくんですよってことですね。で、この 3C 分析の主役はあくまでお客様です。ですから先にお客さんのニーズとか選ぶポイントを分析した上で、競合他社と自社の戦略の違いっていうのを考えていくってことが大事になってくるんですね。で、お客さんが主役ですから、まあ先ほど言ったみたいにこんな感じでね、お客さん目線にするための最初の準備をする。そして、あとはいろんなね、3C 分析をする前にこういうことで、例えばお客さんの不満ニーズなんですか、うちが提供する価値なんですか、ライバルが提供する価値なんですか、うちが優れてる、ライバルが優れてる、ライバルが優れてるのを潰しに行けるかみたいなことを、情緒的価値と、それから機能的価値ですね、これをベネフィットっていうふうに呼んでるんですけども、これで分けて考えるっていうのが結構大事になってきますよってことですね。で、まあ最後に最近で言うと AB3C なんていうね、そういう発展系のこともありますから、まあぜひこの、ウェブ化っていうらしいんですけどね、ここのホームページも見ていただければなというふうに思います。はい、次回ですね、次回は USP ポジショニングっていうことについてお話をさせていただきたいなというふうに思います。本日もご覧いただきありがとうございました。あ、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた、次回お会いしましょう。